皆さんこんにちは、料理開拓人の堀田雄介です。本日の YouTube キッチンは醤油の絞り方をお届けしようかなと思っております。約1年前ですね、2019年3月25日につけた醤油が1年経ちまして、そろそろ絞る時期がやってまいりましたので、この YouTube キッチンでせっかくですので醤油の絞りをお伝えしていこうかなと思いますので、じゃあちょっとこの醤油の説明をしていきたいんですけども、兵庫県の養父市にある大徳醤油さんが出されてるキットがあるんですね。この醤油時間という自宅で作れるキットがあるんですけども、この醤油時間というキットを使いまして1年前に仕込みました。こういう風にね、醤油作りに必要な、いろんなものが全て揃っております。そして1年後にこの絞るタイミングを迎えるわけなんですけども、こういう風にね、醤油絞り用の古式といいますか、こういうガーゼもついておりますよね。こんな感じです。そしてこの仕込んだ醤油、そしてあのボウルとお玉ですね、お玉、これを使って絞りたての醤油をちょっとね作っていきたいと思います。それではあの醤油の方を絞っていきたいと思います。まずこのボウルに絞り布ですね、こちらをセットしまして、そして醤油を開けていきたいと思います。おお、すっごい醤油の香り、こんな感じです。これをねテーブルですくってこちらに入れて手で絞っていくという、ただまあ単純な作業なんですけども、こんな感じになってますね。こんな感じです。じゃあ入れていきます。おお、このいいですね、真っ白な布に汚していくこの快感、なんかいけないことをしてるような、これで美味しい醤油ができていきます。で、醤油と同時にこの絞った後の絞りかすはのもろみとしてこれもね使えますので、醤油ともろみが同時に作れるという、そういったお得な副産物もできますので、ここの空間は醤油の匂いがねだいぶ立ち込めてきました。あんまりね自家製で醤油を作られる方は少ないと思うんですけど、まあ、最近発酵ブームですので、お味噌を作る方はすごい増えてきてるんですけども、まあ、醤油も本当に簡単なので、ただ混ぜて置いとくだけです。ちょっとあんまり入れすぎると絞りにくそうなので、半分ぐらいですかね、今半分も入れてないかな、これぐらいで一回絞ってみましょうか。これをね優しく絞っていきたいと思います。うわ、もうでも出てる醤油、うわーすごい、初めての手作り醤油、こんな感じ、絞り加減がちょっと難しいな、意外とこの布がなんていうんですかね、細かめのメッシュですね。なんかあんまりやっぱりたくさんに入れると絞りにくい、特に女性の方だとこの握力がね結構いりますね。結構今これ絞ってるけどこれぐらいの出具合です。なんかもっと一気にいけそうなんですけど、説明書にも書いてるんですけども、まあ、ゆっくり優しく絞ってくださいというふうに書いてるので、これねちょっとやってみないとなかなかこの感覚が難しいかもですけども、あー大変、これはなかなかの作業ですよ。手で絞られたら結構ね絞るのが硬くて大変だなと思ってたら、このやっぱ絞り布の表面にあの絞り切ったカスがねこういう風に付着して、こいつがあの目詰まりを起こしている状態なので、ちょっとこれを剥がして次のもろみを入れていかないとなかなか絞りが詰まってきますね。これはこの絞り方はかなり大変なので、違う絞り方をやっていこうかなと思います。ちょっとね一回出来上がった醤油をこちらに移していこうかなと思いますので、ちょうどや、すごい、ちょうどでしたね。
込んできましたよ。新たな考えたやり方は、このボウルに先ほどの絞り袋をね入れて、そしてこれをこういう感じでねやったらどうかなとね思ってます。結構いいんちゃうかな。まあ、この方が楽かな。もうね握力が持たないんで、体重かけて、まあ、圧をかけてます。ほらめちゃめちゃ絞れた、一気に。これじゃないですか。これで圧力をかけて、これがね贅沢なね醤油時間ですよ。きますよ、これですよ。こんなに出ました。醤油はね大変なんですよ皆さん。一滴も醤油は無駄にしてはいけませんよ。このね大変な作業を経て、皆さんの食卓に醤油は届いてます。これね1年がかりですからね。1年経ってこうやって苦労して絞ってお手元に届くんですよ。初めてねこう醤油を作って絞って分かるこの大変さ、これをね YouTube でお伝えできればと思います。はい、ということで醤油絞り終わりました。いろいろね試したんですけど、まあ、結局1時間以上はかかりましたかね、こんだけ絞るのに。まあ大体そうですね、1リッター以上は取れてると思います。まあ、醤油絞りお届けしましたけども、まあ、普段皆さんが使ってる醤油はですね、お店で買って使ってると思うんですけども、醤油ができるまですごい手間のかかる工程があるということをお伝えできればいいかなという動画でした。それではまた。